パトカーのランプ速報パトカーのランプ平野翔、神宮寺裕太、岸裕太が仕掛ける電撃プロジェクト。2024年9月15日の全貌を大公開。ナンバーアンダーラインアイウ t ズ m USIC で完全復活。3人の絆が爆発したミパフォーマンスを徹底解説。ナンバーアンダーラインアイの3人、平野翔、ガン裕太、神宮寺裕太が再び一緒にパフォーマンスを披露した瞬間。 多くのファンの心に特別な感動をもたらしました。彼らの歌とダンスは、まさに息の合ったハーモニーで、まるで一つの生命体が動いているかのようでした。この3人の組み合わせは、数々のパフォーマンスで多くの人々を魅了し続けており、その魅力は一瞬たりとも衰えることがありません。WithMUSIC のステージで見せた彼らの姿は、まさにその証拠でした。体力が限界に近い状態でも、 彼らは全力でパフォーマンスを続け、そのエネルギーは観客にも伝わり、会場全体が一体となっているように感じられました。特に印象的だったのは、ステージ上での体力残り1%からの底力です。まるでゲームのキャラクターのように、体力ゲージが見えそうな演出の中で、彼らの全力のパフォーマンスが繰り広げられました。この体力残り1%という表現は、 実際のの彼らの疲労感を象徴しているだけでなく最後の一瞬まですべてを出し切る彼らの精神力を象徴しています。普通のアーティストであればこの限界状態に達した時にパフォーマンスの質が落ちてしまうかもしれませんがナンンバーアンダーアダライン i の3人は逆にその瞬間に最大のパフォーマンスを見せることができるのです。それが彼らのプロフェッショナリズムであり長年の努力と経験から培われたものなのでしょう。 平野翔がセンターに立ち、神宮寺雄太と岩雄太がその背後で支えるシーンでは、二人が後ろで腰を低くして、まるで戦闘態勢に入ったかのような姿勢をとりました。この動作自体はシンプルかもしれませんが、その中に秘められた緊張感と、これから起こる爆発的なパフォーマンスへの期待感が漂っていました。三人はこの瞬間に向けてすべてのエネルギーを集約し、一気にそれを解放する。その結果、 観客もまた彼らの力強さと熱意に引き込まれてしまうのです。彼らのラップ部分ではまるで残り少ない体力を全て絞り出すかのような力強さが感じられ、観客はその迫力に圧倒されました。これらのパフォーマンスを支えるのは単に技術だけではありません。3人の間には深い信頼関係と絆があります。それは彼らが長い時間をかけて築き上げてきたものです。デビュー以来 多くの困難や挑戦を乗り越えてきた彼らは、お互いに支え合い、励まし合ってきました。その結果、ステージ上での彼らの動きはまるで一つの魂が宿ったかのように完璧にシンクロしているのです。歌とダンスがここまで揃うのは、ただの練習では達成できないレベルのものです。それは彼らが持つ深い絆と、共に築いてきた歴史があるからこそ可能になるものです。この w i エ m u s i c でのパフォーマンスを見て、 多くのファンが感じたことは、彼らはテレビの世界に必要な存在だということです。長らく活動が途絶えていた時期もありましたが、その間も彼らは自分たちの道を進み続け、再びステージに戻ってきました。その姿を見て、ファンたちはまるで失われていた何かが戻ってきたような感覚を抱いたことでしょう。テレビの世界は変わり続けており、多くの新しいアーティストやエンターテイナーが登場していますが、 ナンバーアンダーライン愛の3人が持つ独自の魅力は、他にはない特別なものです。特に印象深いのは、彼らがスマップのようなアイドルグループの後継者としての位置づけを感じさせるところです。スマップは長年にわたり日本のエンターテインメント業界をリードしてきましたが、その後、同じような影響力を持つグループは現れていませんでした。しかし、ナンバーアンダーライン愛の3人はその可能性を秘めています。 彼らのパフォーマンスは、かつての SMAP が持っていたような一体感とプロフェッショナリズムを感じさせるものがあり、ファンたちにとってもそれは懐かしさと新鮮さを同時に感じさせるものです。また、彼らの体力ゲージが残り1%になるという表現は、単にステージ上でのパフォーマンスだけに限ったものではありません。これは、彼らが日常生活やキャリアにおいても全力を尽くし、最後まで諦めずに突き進む姿勢を象徴しています。 アイドルとしての活動は決して簡単なものではなく、常に高い期待に依頼続けなければならないというプレッシャーがあります。それでも彼らは、どんな状況でも最後まで自分たちのベストを尽くし、ファンに対して最大のパフォーマンスを届けようと努力しています。さらに、彼らのダンスの精度についても注目すべきです。特に、細かいニュアンス的な動きを揃えることに成功しているという点は、 彼らののプロフェッショナリズムの高さを物語っています。一般的なパフォーマンスでは基本的な振り付けを揃えることは当然のことですがナンバーアンダーライン愛の3人はその上を行っています彼らは鎖骨の動きや顔の向きなど通常は見逃されがちな細かい部分まで完璧に揃えていますそれは彼らがいかにパフォーマンスに対して真剣に取り組んでいるかを示しており観客にもその緻密さが伝わります 特に印象的だったのは、最後のユニゾン部分です。3人の声が完璧に重なり合い、まるで3本の稲光が同時に空に走るような瞬間でした。このような一体感は、彼らの持つ技術力だけでなく、彼らの心が一つになっているからこそ生まれるものです。このシンクロ率の高さは、彼らがどれだけお互いを理解し、支え合っているかを象徴しているようでした。こうしたパフォーマンスの背後には、 長年ののの努力と経験そしてファンへの感謝の気持ちがあります彼らはファンの期待に応えるために常に進化し続けより高いレベルのパフォーマンスを目指しています今回のステージで見せたように彼らはどんな困難にも立ち向かい最後まで諦めずに挑戦し続ける姿勢を持っていますそれは彼らが単なるアイドルではなく真のアーティストとしての道を歩んでいることを示しています これからもナンバーアンダーラインアイの3人がどのような進化を遂げ、どのような新しいパフォーマンスを見せてくれるのか、ファンたちは期待を寄せています。彼らの未来はまだまだ明るく、その限界を超えたパフォーマンスは、これからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。彼らのこれからの成長と進化を見守りたいという思いは、ファンだけでなく、業界関係者や一般の視聴者にも広がっています。 ナンバーアンダーライン愛の3人が持つエネルギーと情熱は、まるで無限に湧き出る泉のようであり、常に新しいパフォーマンスのアイデアを生み出し、それを実現する力を持っています。その源は、もちろん彼ら自身の努力に加えて、ファンからの絶え間ない応援に支えられています。ファンたちは彼らの成長を見届けることで、自分自身も何かしらの成長を感じることができるのです。彼らが挑戦する姿を見て、 自分も新しいことに挑戦しようという勇気をもらう人々が多くいます。これは単なるエンターテインメントの枠を超えた彼らの持つ特別な力です。アイドルとしての役割はファンに喜びや楽しさを提供することだけでなく彼らの人生にポジティブな影響を与えることができる存在であることをナンバーアンダーライン愛は体現しています。また彼らのパフォーマンスにおける成長は 舞台裏ででのの努力の賜物であることも忘れてはなりません日々の練習や体力トレーニング、ボイストレーニングなど、表に出ない努力があってこそ、あのような圧巻のステージが生まれるのです。特にダンスのスキルや体力の向上は、年々その質が高まっており、ファンもその進化を間近で見守ることができています。そして、彼らの未来に向けたビジョンも非常に明確です。 彼らは単にアイドルとしての活動を続けるだけでなく、新しいジャンルへの挑戦も視野に入れています。映画やドラマでの演技、バラエティ番組での活躍など、多岐にわたる分野での活動が期待されています。特に演技においては、彼らの持つ感情表現力や内面的な深みが、ドラマや映画の世界でも通用することが証明されています。これまでの活動で培った表現力を生かして、 さらに多くの人々に感動を与えることができるでしょう。もちろん、ファンが一番期待しているのは、これからの音楽活動です。ナンバーアンダーライン愛がこれからどのような楽曲をリリースし、どのようなメッセージを伝えてくれるのか、ファンは心待ちにしています。彼らの楽曲は、ただ楽しさや明るさだけでなく、時には深いメッセージを含んでいます。それは、 彼ら自身が人生やキャリアの中で感じたことや学んだことを音楽という形で表現しているからです。そのため、彼らの楽曲はファンにとって単なるエンターテインメントではなく心に響くメッセージとして受け取られているのです。今後、彼らがさらなる成長を遂げる中でどのような新しい挑戦を見せてくれるのかは未知数です。しかし、彼らがファンと共に歩み続け、 常に進化し続けるる姿勢は変わることがありません。彼らの持つ可能性は無限大であり、これからも多くの人々に感動を与え、エンターテインメントの新たなスタンダードを作り上げていくことでしょう。そして最後に、彼らの未来を見守るファンたちにとって、ナンバーアンダーライン愛の3人は単なる偶像ではなく、共に歩む存在であることを忘れてはなりません。ファンとアーティストが共に成長し、共に未来を作り上げていく。 そんな関係が彼らとファンの間に築かれているのです。それこそが彼らがここまで長く愛され続ける理由であり、これからも彼らが多くの人々に影響を与え続ける理由なのです。今後もナンバーアンダーライン愛の活動から目が離せません。彼らがどのような未来を切り開き、どのような新しい感動を私たちに届けてくれるのか、楽しみで仕方ありません。彼らの物語はまだまだ続きます。 そしてその物語の中で私たちファンもまた重要な役割を果たしているのです。